せーの、コンコンガチャ、どうも、ふみくんでーす。あがすいでーす。がまい好きやねん、一度わー、お久しぶりでーす。せーの、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。あれ、頭下げるのいい、これだけしか下げとらんくない。せーの、今年もよろしくお願いします。様子に立った B の頭下げたはこう横目で感じながらさバレた、はい。長らくね、動画投稿できてなくて本当申し訳なかったです。すいません。でもね、そういうには理由のありまして、はい、はい、それはかなちゃんからじゃあ教えてもらおうかな。あら、早速いいですか。うん、どうぞどうぞ、喋って久々やっけ。緊張する、マジでちょっと2ヶ月、ね、3ヶ月ぶりぐらいから。実はなんとなんとなんとこの度、お腹の中に赤ちゃんが、赤ちゃんを授かりました。イエーイ、大事なところ噛んだということでね、まあ休んでた理由がそのまあつわりで、もう想像の何百億倍もしんどくて、持ってなくて、マジで1日23時間ぐらい、ほんま寝たきりぐらい、もうなんか撮影や編集どころでなく、もう私は生きるのに必死すぎて、それで。しかも結構急やったというかね、ね、授かったものやからさ、そうね、座りが来て急に動けなくなってしまったんで、でもやっぱその安定期入るまでは言えないから、それですごい報告が遅れてしまったんですけど、もうやっとね、今日1月1日で、あの本当に今日から16週目、妊娠中期と言われる安定期に、あの無事にね入ることができまして、このご報告動画をねついに上げさせていただくことができました。やっぱね、調べたらもう結構妊娠初期の段階って6人に1人は流産してしまうっていうデータもあったりで、私ももうめっちゃ怖くて、ちゃんと安定してから伝えたかったし、そこに来るまでね、でも必死にお腹の中で子育て頑張ったんで。そうね、確かに。 そう、まあ、そんな感じで、まあ、別にこの日を迎えることができました。最初私本当につわりって思わずに、ただただ体調不良だけ言ってたから、本当になんかもう無駄な心配をおかけしてしまったなって思って、もうそれは本当にすいません。なんかたくさんの心配の声を、ね、本当にありがとうございました。でもその病気とかじゃなくて、まあ、妊娠だったということで、まあ、よかったって思ってもらえたら嬉しいなと思います。結構壮絶なつわりやったよね。マジで壮絶やった。実際どうやって、やってみて想像の何倍もある感じ。いや、ほんまになんかつわりって、その吐き気があるとか味覚が変わるみたいな噂で聞いてたけど、吐いたりするんかなぐらいは思ってたけど、もうそのそんなもんじゃない。でもつわりはほんと人にね言うんですけど、またね、もうしっかり別で私のつわりウィッシュをあの動画あげようと思ってるんですけど、ほんまに気持ち悪すぎて、ご飯がまず食べれなかったりとか、起き上がるだけで吐き気すごかったりで、手元からその嘔吐恐怖症って言って、もうほんまに吐くのが怖いから吐けない人だったんですけど、それでも吐いてしまうぐらいもう気持ち悪かったというか、もう過呼吸なりそうなぐらい泣いて、地位がよしよししてくれたりとか、私もうマジで家事全部してくれました、地位が。もうマジでもう旦那の支えがないと無理です、つわりは。でそれでなんかこんなに手伝ってくれるんやっていうぐらい、もう何から何までやってくれたんですよ、ほんまに。もう地位はサラリーマンでさ、仕事があって、もう仕事終わってからもう終わんなって7時8時とか帰ってくる、そっからお買い物に行き、ね、ご飯作ってくれて、掃除やら洗濯、お風呂掃除、ペットの掃除もほんまに全部してくれて、もう感謝が。なんかそぎゃん、夜の銀ちゃんめちゃくちゃいい人みたいになるけど、ほんまにいい人。実際さ、かなち本当に動けない感じだったよね。もう匂いもダメやったり、食べ物もダメやったり、立てばもう貧血気味で全然動けなくフラフラやったりさ、もうすべて、もう全然ありやったね。完全に。
そう、食べ座り吐き座り匂いみたいな、もうほんまにやばかった。でもマジでチーに助けられたんで、私はもうね、ひしひしこの人と結婚できてよかったなってマジで思いました。もうつわり終わったら一番に恩返ししようってほんまに思うぐらい助けられた。ほんまにありがとう。いやでもマジでシャレならんぐらい、動画もね、このつわり日記俺も撮りたかったんやけど、全然それどころじゃないぐらい、もうかなちゃん自体がさっきも言ったけど23時間ぐらい寝とったからさ、もう寝てるシーンしかない逆に起きてきてもなんかもうこんな感じでもうドン引きやったもん、ほんまに、うん、でご飯もさ毎日そうめん食べとったよね。いやそうね、マジでそうめんしか通らんくて、もうチーがそうめんを毎日茹でてくれて、でも 2,3 口しか食べられへんし、あとはフルーツとか、もうフルーツも毎日チーズ買ってきてくれて、なんかさ、いちごとかってさ、その11月とか高かったよ、まだ1泊1200円とかするいちごをチーは買ってきてくれて、なのにチーはもう自立されてるお弁当、300円以下の弁当を食べてるみたいな、もうほんまごめんって感じなんだけど、なんかそれでもほんまに文句言わずに子育てしてくれてありがとうみたいなのを言ってくれてたから、もう感動でしたね。だからもうおかげで乗り越えられました。やっとね、安定期入って、うん、だいぶマシになったんで、ね、もう完全にその万全にめっちゃ元気ってわけじゃないけど、やっとご飯も食べれるようになって動けるようになったんで、ここからは1月入って安定期に入ったということで YouTube もね再開していこうと思ってますし、ここから配信やったりもね、元気な時はできると思うので、ね、みんなとお話できるかなって思います。たくさんめっちゃお待たせて申し訳なかったという気持ちのね、毎月何回か配信はしたかったっちゃけどね、まあ、これから1月になってからね、ちーちょっと2回ぐらい1人でやってくれたね。ああ、そうやったな。そうか、そう、うちら2人の誕生日とさクリスマスもさ、そのつわり、まあ、やったからさ、うん、もうこのイベントのさ何もできんかったね。マジでちーの誕生日とかもうつわりのピークやったから、うん、もうなんかおかえりおめでとうぐらいしか言ってないマジでガチで何もしとるんで、いやマジ申し訳なかった。まあまあまあ、逆にそのそれで思い出にはなったけどね、本当全然大丈夫やけど、ね、気にせんでね、そのありがとう。その分今年よろしくお願いします。でもその次のね、この今年か、うん、今年の誕生日はもう3人かもしれないからね。確かに、そうまだやっぱ生まれてないし、今まで何があるかわからないんで、まだその 100% やっぱまだ安心ではないから、何があるかわからないんですけど、まあ、このまま本当にうまくいって無事出産できたら、来年、1年後はね3人になってますので、楽しみやね。楽しみやな、本当本当に楽しみです。まあ、そんな感じですね、うん、なんかさ、久しぶりやから喋りたいことがね、うん、ちょっといっぱいすぎた。マジマシンガンのように喋っとったけど、でもこのバッチリよ。ちょっと期間が空いちゃったんですけど、それでも変わらずこう見てくださった方ありがとうございます。これからはなんか今までもカップルからスタートして、うん、まあ、夫婦になって今度はねこう家族になる、そう家族になるっていうね、まあ、ちょっと本当にスタンス若干変わるかもしれないんですけど、このストーリーをさ、うん、なんか YouTube 始めた時からこう刻んでるってすごくない？うん、いや本当そうよ。すごいよね、カップルからスタートってすごく、うん、そうやな、そう考えたら歴史を感じるよね。今この動画を見てくれてる人とかもね、ずっと前から見てる人だったら余計わかるやろしね。プロポーズとかもさ、載せてるやんか。カップルになってプロポーズされて婚約者になって、うん、でもその入籍の瞬間もさ上げてるやんか。確かに。でそこからね、あ、それでその僕はね結婚式とか考えてたんですけど、ちょっと妊娠してしまったんで結婚式はもう全然まだ動いてもなかったんで、まあ、生まれてからできたらなぐらいの感じでですね。子供はちょっと大きくなって、うん、リングボーイかガールかまだ性別やっぱまだ分かんないんで、どっちがよか女の子で、おいっ子ちゃん2人とも男の子やったら女の子がいいなって思う。そうね、うん、女の子がやっぱねできれば、うん、でもどっちでも嬉しいな、まあ、そこもね性別分かる瞬間とかも動画にする予定なんで、まだ今のところ分からんけどね、これから楽しみやね、俺たちも。めっちゃ楽しみ。これから楽しみ、ほんといっぱい。ちょっと出産が超怖いんですけど、私は。鼻からスイカ言うからな。でも、ほんま世の中の方はそれを乗り越えてるわけやん。なんならこのつわりを乗り越えたっていうことで、もうより女性の尊敬を増しました、私は。その友達も結構今、もう出産終わってるけど、うん、
みんなこれ経験してたみたいな、自分が経験してこんなに辛かったんやって思って、もうみんなリスペクトってなった。マジでもう久々すぎてめちゃくちゃ喋っとるやん、うん、ごめんなし。いや、よか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 けどそんだけ喋りたかったよね。そう、喋りたかった。うん、いいこといいこと。でもこんだけね、今元気になってるから、うん、俺はめちゃくちゃ安心よね。確かに、うん、これからも様子を見ながら動画投稿していかないからね。化粧とかさ、髪巻いたマジで2ヶ月半ぶりぐらい。たまに不意に撮られる写真、おばあちゃんやった。すっぴんすぎるから動画撮れんかったのもあるんよ、うん、だって嫌やろ、うん、え、もうだって髪もくくって、もう、ね、寝た後みたいな感じ。こんな感じ。確かに、そうそう、もう動画やめてみたいな感じだったもん。嬉しい、やっぱ化粧したらテンション上がるわ、ね、やっぱ可愛いな、B。 はい、やっと、うん、すっぴんでも可愛いけどな、B は。でも嫌なんやろ。でもそのほんまにブサイクな時もずっと可愛いって地位は言い続けてくる。ほんまにありがとう、うん、全然。これからも頑張ろうな。うん、頑張ろうね、一緒に頑張っていこう。はい、これからも3人よね。3人や、3人よ。よろしくお願いします。ます。ではまた次の動画で。せーの、じゃあそういぎねー。ほなねー。バイバーイ。ありがとう。お待たせしました。お待たせしました。これからもよろしくね。よろしく。今年もよろしく。今年もよろしく。